皆様こんにちは。政治アンタティメントニュースに関するジャネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。藤岡博士タピオカあれは、ショッカーの飲み物、藤岡弘氏がタピオカを拒絶したわけ2020年2月12日6時12分、なりなりドットコム写真拡大俳優の藤岡弘氏。 73歳、2月10日に放送されたバラエティ番組、人生が変わる1分間の、深夜話、日本テレビ経営に出演。藤岡の娘から、タピオカのもうよと誘われ、タピオカあれは、ショッカーの飲み物だ。と拒絶した。藤岡はこの日、これまで子供のプライバシーを守るために訪れたことが、なかった、遊園地を家族で訪問。18歳の長女が、パパ。 タピオカインも、と誘うと、藤岡は、タピオカいや、あれは、ショッカーの飲み物だ。とタピオカを否定する。子供から重ねて、しぶしぶタピオカを飲むことになった藤岡は、この黒いのは何だ藤これがタピオカと不審な様子を見せながらも、タピオカを噛み噛みして、うんと満足した表情を見せ。初、タピオ楽しんだ。 藤岡博士をもっと詳しく藤岡博士ら4人の食通芸能人が欠かさずお取り寄せする一品藤岡の娘、マイニヌ小学生向け雑誌ニコプチでモデルデビュー藤岡博士が完全プロデュース自らの経験を反映させたジャケット